S1000RR は BMW が2009年に発売した4ストローク 999cc のオートバイである。BMW がスーパーバイク世界選手権参戦のためのホモロゲーションモデルとして開発したスーパースポーツモデルである。並列4気筒エンジン、チェーン駆動、フロントの倒立サスペンションなど、これまでの BMW のオートバイの設計思想から離れ、 他社既存のスーパースポーツモデルに近い設計思想で開発されている。レース参戦前提のモデルということもあり、シタン製のバルブやロッカーアーム、トラクションコントロール、レース仕様 ABS、オートシフター、モード切り替えが搭載されており、フルパワー化によって u に190馬力を超えるなど、日本メーカーのスーパースポーツモデルを超える高性能マシンに仕上がっている。 日本でも2010年1月より販売が開始されている。なお、2012年のロードレース世界選手権、モートジッピークラスのレギュレーション変更に合わせる形で、シャーシビルダーであるスッターがこのマシンのエンジンを搭載したプライベーター向けマシンを開発している。アクティブラインとプレミアムラインの2グレードが存在し、プレミアムラインには、レース使用 ABS、オートシフター、 トラクションコントロールシステムが標準で搭載される。外見上の最大の特徴として、ヘッドライト形状が左右非対称のデザインになっている。なお、欧州仕様とは異なり、日本仕様では、平成22年度騒音規制適合のため、最高出力が 115kW に抑えられ、マフラーは、アクラポビッチ製のロングマフラーに換装されている。出力特性は3段階で調整でき。 プレミアムラインではトラクションコントロールなどと連動されている。このマップ変更には隠しモードとしてスリックモードが存在し、プロダクションタイヤやスリックタイヤの使用を前提としたサーキット走行専用のモードである。SMRR をベースとしたハイパフォーマンスモデル HP4 もラインアップされる。ありがとうございます。